整理券発券機 CQS257 の設置方法の説明をいたしますプリンターを後ろ向きにして AC アダプターのプラグをプリンターにこちらの向きで差し込めます次に電源ケーブルを AC アダプターに。 接続します。次にプリンターとタブレットを USB ケーブルで接続しますプリンターの USB コネクタに USB ケーブルを差し込んでタブレット側にも USB ケーブルを差し込みますそしてタブレットに AC アダプターを接続します 最後に、コンセントに、電源ケーブルと AC アダプターを、差し込んでください。実際に設置するときは、アース線を接続してください。では、電源を、入れます。タブレットの、背面の、この部分が、電源スイッチです。これをオンにします。 プリンターに紙が入っていないとこのようにエラーの音がします。では用紙をセットします。プリンターのここのレバーを下に下げてカバーを開けて紙をこの向きで中に入れます。以上で設置完了です。